はい、こんにちは、小野田マーシーです、今日は以前の質問募集できた、質問答えていきたいと思います、今日の質問はこちら、動画を見させていただいたので早速質問させていただきます。私は中学3年生です。小学生の中学3年生ぐらいの早いのをしています。小学生の時は一度一日に書いてるのをしていたんですが、中学生に何度も気がしてそれで時は必ずしています。そのため先ほどもちろん全体的に嫌になってやる気で今は中学になってしまっています。最近ネットで調べて自分なりにショックが出ず、取り立てが早く嫌な時に良いなどを読み返してなるべく早いのを使わないようにして、そして工夫したりして毎日ちょっとバトンを着てマシンかなって感じです。ケアはもっとこうしたらいいよとかあるなら教えていただきたいです。はい、まあ、どういう質問かっていうと、まあ、ヘアアイロンを毎日使うような人のためのヘアケアは、どうしたらいいのかっていう話ですね。はい、まあ、結構いろんな方は毎日こうアイロン使ったり、コテで巻いたりする方いると思うんで、今日は動画にしていこうと思います。アイロンとかドライヤーをする前に痛み防止のトリートメントをつけてからアイロンを通すとかコテを巻くとか、そういうのがいろいろ出てると思うんですけど、そういうのは全く意味ないですね。結局髪に何かをつけたからといって、その熱のダメージから髪を守るっていうことにはつながらないです。だから結構ドラッグストアとかでアイロン前につけるトリートメントとかそういうの売ってると思うんですけど、そういうのは全く意味ないので買わなくていいと思います。で、結局、気をつけることって一つだけなんですよね。明日からできるヘアケア、アイロンの温度だけですね、気をつけることは。あとは、髪の毛がちゃんと乾いてるかどうかですね。乾いてないとか半乾きの状態でアイロンとか、コテを当ててしまうと髪の毛がめっちゃ痛むんで、それは絶対にやらない方がいいですね。なので、必ず髪の毛を完全に乾かした状態でアイロンやコテを使用するようにしてください。それはメンズでももちろん同じですね。で、その温度を気をつけろってことなんですけど、低ければ低いほど、髪に負担はないんですけど、100度から130度が目安ですね。で、それ以上温度を上げすぎちゃうと痛みが蓄積してて枝毛とか切れ毛になる原因になってしまうので、100度から130度の間で使用するようにしてください。それは何でかっていうと、髪の毛ってタンパク質でできてるんですよ。で、タンパク質って何かっていうと、お肉とか卵とかは、タンパク質でできてるんですけど、まあ、例えば焼肉屋とかで柔らかいお肉がこう出てくると思うんですけど、そのお肉を熱い鉄板の上で焼いたりすると、どんどん硬くなってくるんです。で、硬くなったお肉、まあ、焼肉って元の柔らかい状態に戻せないんですよ。それは何かっていうと、タンパク変性って言って柔らかいお肉が硬くなるみたいな、生卵がゆで卵になるとかそういう感じですね。で、硬いお肉は元の柔らかいお肉に戻せないし、硬くなったゆで卵は元の柔らかい生卵に戻せないのと一緒で、髪の毛も一度熱い温度を当てて硬くなってしまうと、元の柔らかい髪には戻せなくなってしまうんですよ。180度とか200度で熱い温度を当てすぎると髪の毛どんどんカチカチになって最終的にポキッて折れる。それで枝毛とか切れ毛につながっちゃうんで、まあ、1回当てたぐらいでは枝毛とか切れ毛にならないと思うんですけど、回数重ねて熱い温度を当て続けると枝毛とか切れ毛とかの原因になってしまいます。なので、まあ明日から気をつけることは100度から130度の間でアイロンやコテを使用するようにしましょう。で、あとは必ず乾いた状態で使うようにしましょう。で、当てる時間も気をつけてほしいんですけど、コテとかアイロンをずっと挟み続けてたりすると、いくら低い温度でアイロンをしてたからってその部分はどんどん温度が上がっていって髪の毛が硬くなってきてしまうので、極力短い時間で済ませるようにしましょう。まあ、一度こう熱い温度を当ててしまった部分は柔らかい状態に戻すことはできないんですけど、毛先の方は傷んでても上の方が健康だと思うんで、その部分をこれから傷ませないように、その温度を気をつけながらアイロンとかコテを使ってあげてください。
まあ、そういうのってすぐに結果につながるものじゃなくて、根元の毛がこう毛先に降りてきた時に影響してくる痛みだと思うんで、そういう小さな積み重ねを気をつけながらアイロン、コテ使っていってみてください。はい、そんな感じで今日はヘアアイロンとかコテを使う時の注意点について話してみました。皆さんも参考にしてみてください。また他になんか細かい質問がある場合は、コメント欄書いていってください。はい、そんな感じで終わります。では。